それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回はそのレポート課題に出しました主にその整数や有理数小数の十進表記と二進表記の変換についてを中心に説明しました。で今日はその次の節で教科書で言いますと、テキストですね、テキストで言いますと20ページの 2.3 節上段の話にから話を進めたいと思います。でここではテキストにもありますように、多項式の乗算というのがまず最初にありまして、それからその我々でその計算機上でその整数を中心に扱っているわけですけれども、特にその多倍長の整数を扱っているわけですが、その多倍長の整数に着目して、その多倍長の整数と単精度の整数の乗算ですとか、それから多倍長の整数同士の乗算のアルゴリズムを見ていきます。そしてその計算にどのぐらいのコストがかかるかということも見ていきたいと思います。でまず最初に多項式の乗算ですね。一応この授業では1変数多項式を中心に扱っておりますので、多項式と言われたら1変数多項式です。で基本的にはその皆さんが2つの多項式をこう掛け算する際によくある筆算で行っていると思いますが、それをもとにこうアルゴリズムを組み立てるっていうのが古典的な乗算の方法です。でちょっと例を挙げてみたいと思います。2つ多項式を定義しますけれども、AX と BX というのを定義してみましょう。AX をまず3次の多項式としてみます。で、次に BX を1次の多項式としてみましょう。で、これを筆算で書こうと思いますと、皆さんよくやると思いますけれども、一応ここではこのように書きまして、その各 x3 乗とか x2 乗といったその x のその n 乗というその項ですね、ここは省因子は省略して係数だけ並べて書くことをします。でこうやって並べることで、3次だったら3次の多項式と、それから、B の係数もこうやって並べて1次の多項式ということで、掛け算を行うわけですよね。それで例えば最初にこの A の各係数にこの B0 をかけた係数を次々と並べていきますと、こんなふうに計算することができて、で次にそのやはり A の各係数にこの今度は B の X の1の項である B1 の係数をかけた係数を並べていきますと、
まあ、こんな形になります。で、まあ、その計算結果をですね、今度は各その x の各次数の項ごとにこう係数を加えたものを、まあ、こんなふうに書くことで、まあ、筆算でその多項式の、その乗算をこう書き出すというのは、まあ、実際に皆さんもよくやったことがあるかと思いますので、とりあえずこの授業ではこの筆算の手順に従ったアルゴリズムをこう書き下します。ですので、そのアルゴリズムを後から振り返ったときに、その何やっているかこう忘れてしまったという人はこの手順をこう思い出してほしいと思います。それでは実際にその一変数多項式の乗算のアルゴリズムを書いてみましょう。でまずアルゴリズム入力ですけれども、あの AX と BX 多項式2つ入力に取りますので、それをまず書きます。AX は K 次の多項式としています。で、BX は一方で M 次の多項式としています。で、まあ、これに対して、まあ、出力はその、まあ、A と B の積になるんですけれども、まあ、これを CX と置きます。で、あの多項式の積ですから CX の次数は K プラス M ということになります。で、まあ、A と B の、あの積を CX として出力しなさいと、まあ、そういうアルゴリズムなわけです。で、アルゴリズム自身はテキストの21ページの一番上に出ていますので、一応それも見ながら確かめてください。実際に各ステップを書き下していきます。まず最初にその答えとして返す CX の係数に一度0をこう代入しておきます。まあ、実際にですね、そのコンピューターのプログラミング業務でプログラムを組む際には、まあ、例えば今のようなこの CX の係数を入れ物を例えば配列としてこう宣言したりすることがあると思いますけれども、まあ、その際にその、まあ、そのプログラミング言語の処理系によってはそのこういう新しい変数や配列を宣言すると同時にこうそこの要素に全部0がこう、はい、代入されて、まあ、わざわざこういうことをしなくても、
済むようになっている処理系もあるかと思いますが、まあ、常にそうとは限りませんので、一応こうきちっとこうアルゴリズムを組み立てる上では、まあ、このようにその、まあ、変数の初期化っていいますけれども、こうやって計算の前に実際に0を代入しておいて、その仮にその後の多項式の積の計算でこう全く値が代入されなかった際には、ちゃんとそこの次数のそこの何時かの係数は0だっていうふうにこう返ってくるようにこう準備しておくという必要もありますので、まあ、注意してください。で、まあ、ステップ2では実際にそのこの筆算ですね、こちらの2枚目の黒板に書きました筆算にあたる部分をこう書いていきます。最初のループが、先ほどの例ですと、この B のこう書く係数にあたる部分ですね。で、その中にループが入れ子になっていまして、でここでこう、まあ、先ほどの例ですと、この AX の各次数の係数を取り出すという仕組みになっています。でこの実際の計算のステップは、まあ、もともとそうですね、ここをC0 から、例えばこの例ですと C0 から C4 を最初に0と置いておきまして、でそこにこう順番に、例えば1時の項ですと最初の i が0の時にこれを代入して、これを加えて、で i が1の時にさらにまあこれを加えてっていうふうに、こう順番にこう上から段階を追ってこう係数積A と B の係数の積を一つずつ加えていくという操作を行っています。で最後に、まあ、計算結果返す分ですね。計算結果の CX を返してアルゴリズムが終わるという形になっています。ここまでいいでしょうか。で、まあ、アルゴリズムをこう書き下すと、次にお決まりのお約束手順になっているのが、その、まあ、計算量もしくは演算回数の見積もりですね。これをやりましょう。でちょっとここで一つお断りしておきたいんですが、ここで計算量と書かなかった
理由なんですけれども、その今までこの授業で扱ってきた計算量っていうのは、の与えられてきたその単精度の整数 の, その加減乗除を単位にして、で何回ぐらいそれを繰り返すかっていうことを思って計算量と表していました。でしかし今回その演算回数って書いたっていうのは、その計算量とは異なるという意図をこう一応明らかにするためのもの で, でそれが 何でどこが違うかっていうのを今から説明しますけれども、と、まあ、例えば多項式のこう乗算を考えたときに、先ほど今上にある黒板のような例題を載せましたけれども、本来はこの上の入力多項式にあるその係数の AI ですか BI というのは、一般に多倍長の整数を扱うと考えるわけです。そうしますと、上の例の中では例えば A3B0 とか A3A2B0 といったように多倍長の整数同士の積が出てきますので、本来であればその計算量を見積もろうと思うと、そのまず多倍長の積、多倍長の整数の積の計算量を見積もる必要があります。しかしながら、実はその多倍長の整数同士の積の計算量というのはまだこの時点では今我々は授業ではやっていなくてですね、今日この後でやるんですけれども、ちょっと順番が前後しておりますが、まだそういうわけで、その実際に計算、係数の積の計算量をまだやっておりませんので、今の段階ではこの多項式同士の乗算の計算量まではまだはっきりわからないという状況ですという点に注意してください。でその代わり、その演算回数と書いたのは、そのここではまあ、仮にその多倍長の整数であっても、まあ積が1回ならば、とりあえずそのまあ整数同士の積なら1回と数えることができますから、だから一応その単精度とか多倍長とかとりあえず今回は無視して、その整数同士の積として、こうその加減乗除の整数同士の積とかはですね、そういった形で整数同士の加減乗除として、その回数をまあ見積もろうということで、ここではまずその演算回数の見積もりと書きましたので、その違いに注意してください。そしたら、じゃあ実際にその黒板の右側にありますそのアルゴリズム中で、その整数上の加減乗除がどのぐらい何回行われているかというのを実際に見ていきます。まず、まあ、ステップ1から見ていきますけれども、とりあえずここでは代入しか行われていませんので、まあ、代入の時間は無視して考えます。で次にこのステップ2のところで、その何がしかのその加減乗除の演算が発生しておりますので、まあ、それを見積もろうということなんですけれども、まずこの外側のそのフォア分のループを見ますと、その外側のループはこれ K プラス1回ですね。で外側のループが K プラス1回行われています。そしてその中で今度は変数 J に関して J を0から M まで動かすということですので、今度は内側のループが発生しておりまして、その回数は M プラス1回になります。でそうすると、このループに使われる変数がここで、その外側のループは I で、内側のループが J で、こう2種類出ていますけれども、この計算が全体で何回行われるかというのは皆さん分かりますでしょうか。これはループの数の積を取ればいいので、そうしますとこの中ではこの行の計算というのは実際にはその K プラス1かける M プラス1回行われていることに注意してください。でじゃあこの行では、この行1行でその何が
何回行われるかということを見積もりますと、まずここの AIBJ を求めるところで乗算が1回ですね。そして次にその結果を C の i プラス J に加えるところで加算が1回発生しています。ということで、まあ、結論を見てみますと、まあ、加減乗除の全部のその演算をした合計なんですが、まあ、こうなっていますので、2というのはその乗算1回と加算1回をまあ合わせて2回というふうに書きました。で、ループがの回数がこれだけ回ってますので、こうなって、まあ、オーダーで見積もりますと、MN ということになります。で、まあ、これは何を言ってるかというと、その、まあ、多項式の乗算のにかかる手間というのは、一応この今回のアルゴリズムに従って計算する限りでは、その入力多項式の次数の積に大体比例するということがわかるかと思います。ただしこれは先ほども述べましたように、その、まあ多倍長、整数が多倍長であるか単精度であるかということを全部無視して、とりあえず整数は整数として、こう、演算の回数を数えた結果ですので、現実には、その、係数が多倍長になって、しかもその長さが長くなればなるほど、その一個一個の係数の積や和に時間がかかりますから、そうすると、まあ、ここの、と入力多項式の次数の積だけでは必ずしもその計算の難しさというのは測れるとは限らないということに注意してください。まあ、それについて詳しいことはまた後でもう少し進みましたら説明したいと思います。ここまでいいですか？まあ、あの一番そうですね、多項式については単純な部分だと思いますので、先に進みたいと思います。で次にセクションの 2.3.2 ということで、今度はその、まあ、整数同士の乗算ですね。で最初に多倍長の整数と単精度の整数の乗算の手間を、アルゴリズムとその手間を見ていきましょう。で一応その多倍長整数と単精度整数の乗算を見ていく前に、まずその単精度整数同士の乗算について復習していきます。
で、この際にはそのこれまでもしばしば説明しておりますけれども、1ワードのビット数を N ビットというするという仮定のもとでこう話を進めていきます。で、今その A と B という整数が与えられたとしましょう。これ A と B はともに単精度の整数ということにします。で、この時にそのそれぞれの数もしくは計算結果にそのどれだけの記憶容量が必要かということを見ていくんですけれども、今述べましたように A が N ビット、 B も N ビットですと、ああそうか、ワード単位にしましょうか。A が1ワードの範囲で表されていて、B も1ワードの範囲で表されていると。そうすると AB は一体何ワード必要でしょうか。まあ一応テキストには書いてますけれども、もしピンとこない人がいたら、その受信でこう考えてみると分かると思います。例えば A が受信3桁の数で B が受信3桁の数だったら、 A と B の積は最大受信で何桁になるでしょうかっていう問題を考えれば、まあ皆さんだったら多分大丈夫ですよね、こういう問題は。で、そうすると、まあ一般的にはその A と B のそのまあビット数もしくはワード数もしくは桁数に対してその AB を格納するには、それぞれの A と B のまあ桁数やワード数の和に相当するだけの容量が必要になるわけです。でこの場合ですと、その A が1ワードで B が1ワードの整数ですと、その AB というこう値を格納するにはまあ2ワードの整数が必要になるということが分かると思います。で、そうしますと、その、まあ、この授業で扱っているこの CPU のレジスターを考えますと、このレジスターの容量はいつも大抵1ワードということにしていますので、じゃあ AB を格納するためには、もう1ワードどこかからこう記憶領域を取ってくるという必要があります。で、例えば、まあ 今と同じようにですね、この X と Y というレジスタがあって、で、X と Y はそれぞれ1ワードですと。で、まあそれをかけますと、それをかけます。で、それに、さらに、この Z というレジスタの、こう1ワードですね、これも Z も1ワードなんですけども、この Z というレジスタの値を加えますと、そういう操作を今後は扱うことにします。でその結果を どのようにしまっておくかというと、まあこの X と Y の積を計算した段階で記憶領域は2ワード必要ですから、そのうちの解の桁を格納する量、まあ、レジスタを W と置いて、で、上位の桁を格納する領域ですね、これを
テキストでは補助演算装置と呼んでいますが、これをガンマと置きます。で、これからそのアルゴリズム、以下で使うアルゴリズムでは、このような形で、その1ワードずつの整数 x と y をかけた上で、別の1ワードの整数 z を加えたものを、まあ、結果として2ワードの数になるわけですけども、これを上位桁をガンマ、それから下位桁を w に格納するという操作を使うことにしますので、覚えておいてください。で、この計算を、まあ、式では、まあ、アルゴリズムなどの式では、このような形で、この xy プラス z の計算結果を、まあ、w ガンマという、こう、2ワードの整数として格納するというふうに表します。ここまでいいですか？ここでその単精度整数同士のこの乗算のこう表し方ですねをここでやっておいた上で、次にその多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムを実際に見ていきたいと思います。ということで、その多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムに入りますが、テキストでは21ページの下の方ですね。で、入力としては、今述べましたように、そのまず多倍調の整数を取ります。で、これを、まあ、A と置きます。どこまでいくかというと、A の K マイナス1ですね。ですので、ワード数はちょうど K ワードということになります。一応ここでは話をより単純にするために、その、まあ、符号なしの整数を扱うことにしておりますが、まあ、符号付きの整数をどう扱うかについては、まあ、ちょっとこの授業の時間内の範囲を超えるので、まあ、興味のある人は考えてみてください。で、それから今度はそのかける方の数ですね。もう一つの数は単精度の整数で与えます。
で、これに対してその出力が多倍長の整数になります。一応確認なんですけれども、この場合、その出力のワード数は何ワード用意しておけばよいでしょうか。まあ、今回はその K ワードの数に1ワードの数をかけますので、合計で出力の方は K プラス1ワード用意しておけば十分だと言えます。ですので、この C のインデックス、ワードのインデックスは CK までですね。まあ、C は A と B の積ですよと、まあ、そういう条件で、まあの数を出力するということにしましょう。で、実際のアルゴリズムを見ていきますと、これ確か以前、多倍長整数同士の加算のところでやったかと思うんですけれども、その、まあ、ワードごとの積をこう取った後に、その、出て、その結果の上位ワードをこう、上位のこう桁にこう繰り上げる必要がありますので、まあ、それを考慮にして計算を組み立てます。まず最初にこのガンマゼロをゼロにするんですね。で、まあ、次に、まあ、ここでその各ワードごとの積を取るんですけれども、ここではその AI っていうのはその A の i 番目、下から下位桁から数えて i 番目のワードですね。このワードに B をかけます。B をかけて、で、そのさらに下ですね、i マイナス1番目の桁から繰り上がってきたこのガンマ i を加えると。で、それを下位の桁は CI と置いて、まあ、それが結果な計算結果につながるわけですけれども、でさらに上の桁に繰り上げる部分をガンマの i プラス1と書いて、その上の桁に繰り上げるという操作を繰り返します。で3番目のステップでは一番上の桁 CK
U のワード CK に関しては、これはその K-1 番目のこのワードの乗算によって繰り上がってくる数をそのまま代入しますので、こういった形の命令になります。で最後にその計算結果となる C を返すというわけです。で以上がこの多倍長の整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムです。ここまでですか。じゃあ実際にこのアルゴリズムの計算量を見積もってみましょう。今回は単精度の整数の加減乗除の階数を単位としてその演算回数を数えますので、まあ、計算量とはっきり言うことができます。でまあ、上から順番に見ていきますと、第1番目のステップは代入分なので、計算時間としては無視するということにしまして、まあ、次は第2ステップからが問題なんですが、まずフォア分がありますので、ここでそのループの回数を数えますと、i が0から k-1 まで変化させますから、ここでループは k 回だということが分かります。でそのループの中で、その、まあ、加減乗除を何を何回やってるかっていうことも、まあもうだんだん皆さん慣れてきたと思いますが、まず AIB を計算するところで、まあ乗算が1回。で、それに、このガンマ i を加えるところで加算が1回。行われていることが分かります。あとは第3ステップはこれも代入分ですので無視して第4ステップもまあリターン分ですのでこれは無視するということにしますと、計算量ですね。計算量は結果的には、オーダーの K ということになります。で、K は何だったかというと、その A の、この、ワード帳ですね。その、多倍帳の整数 A のが何ワードかっていうことを言ってますから、まあ、これはその A のレングスで与えることができて、そうしますと、ここまで見て結論としては、その、まあ、多倍長の整数と単精度の整数の積のその計算の手間はその多倍長の A のその長さに比例すると見ることができます。まあ非常に当たり前な事実かもしれませんけれども、一応そうですね、これからその複雑なより複雑な計算の見積もりを行う上では多分こういった当たり前のことをきちっと理解するということは大事だと思いますのでよく確認しておいてください。ここまでいいですか。じゃあそれでは引き続いて今度はそのじゃあ今度はその多倍長の整数同士のこう乗算を示ようと、まあ、あの自然な拡張だと思いますけれども、まあ、そちらにこう進んでみましょう。でテキストは22ページの中段ですね、見てください。
で、実はこの多倍調整数同士の乗算というのはある意味ではその先ほど出てきましたその多項式の一変数多項式同士の乗算にこう類似したところがあるかと思います。とりあえずその例題で、先ほどとよく似た例題ですけれども、実際にその多倍調整数同士の乗算のコストがどのぐらいになるかというのを見てみましょう。A の方をこの5ワードからなるこのような数としまして、それから B の方は2ワードからなる数としましょう。で、この2つの数の乗算を考えるわけですけれども、これは先ほどの一変数多項式の乗算と同様に各ワードをこう上位桁から並べてみます。さっきの板書を消してしまったのをちょっと後悔していますが、で、こうやって掛け算をするわけですね。で、その内部ではその各ワードは単精度同士の整数なんですが、その単精度同士の整数の積をこう行っているわけです。で、ちょっとその、一部書き方を省略して書きますと、まずこの部分ですね、この部分ではその多倍調整数の A に単精度の整数 B0 をかける計算を行っております。で、次のこの部分では同じく A に今度は B1 をかけるという操作を行っています。で、最後にまあ、一応そうですね、先ほど説明したところはちょっとこうやって書いておきましょう。それから最後にこの結果のですね、 C0、C1 から C5 までを求めるところなんですけれども、この部分はですね、 C0 から C5 まではその、それぞれのこう桁 の整数をこう加えていますが、ここにあるその途中結果というのは全部多倍調の整数ですので、この C0 から C5 までをこう求める過程っていうのは、多倍調の整数同士の和ということになります。で、最後、C の6についてはこの C5 からの桁上がりがその C6 になるという形になっています。
一応こうしたその計算の過程を踏まえて、この多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムを実際に書いていきましょう。アルゴリズムは、22ページの真ん中のところですね、にあります。で、入力としては、A と B が与えられていて、で、どちらもその多倍調の整数です。で、A の方はワード数は K ですね。で、次に B の方を書きますと、B の方はワード数は M です。出力の多倍調整数ですね。出力も多倍調整数ですので、これを C と置きますと、C のワード数は K プラス M となります。で、今度各ステップをこう書いていきます。でまず最初に、A にその B の最下位桁の B0 をかけた部分ですね。先ほどの例ですと、この行の部分を、C0 から CK にそれぞれ代入します。で次がフォア文になっていて、1から m マイナス1までなんですが、これはどういうことかっていうと、ちょうどその K ワードですね、 C の i 番目から C の K プラス1 i 番目までの K ワードだけ更新しなさいと。
でこちらの部分はその、まあ、この例でいうとこの上のこの行ですね、上のこの行の途中経過に A×BI を加えなさいということになります。で、まあ、これを繰り返すことで最終的には、まあ、一番上の桁までこう計算結果が決まるということになります。で最後に、計算結果の C を返して、まあ、終わりということになります。で、ここでもやはり計算量を見積もってみましょう。今回はその多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムですので、その今ここに出てきた、そうですね、特に乗算を見ますと、この乗算というのは先ほどやりました多倍調の整数とそれから単精度の整数の乗算という計算が出てきております。そこに注意して計算量を見積もっていきます。でまず1ステップ目なんですが、代入分があるから無視するのかなと思ったらそうではなくって、ここに乗算が出てきますね。ですのでこの乗算の計算量を見積もります。で A は今多倍調、それから B0 は B の多倍調整数の中の一つのワードですので単精度ということで、この A×B0 っていうのはその先ほどつい先ほどやりましたその多倍調整数と単精度の整数の乗算ということになります。ですのでその計算量は先ほどやりましたようにその多倍調の整数の長さに比例するということでオーダーのレングスオブ A が入ります。で次に括弧2番の行は最初にフォア分がありますから間違いなくこれループの数を数えるってことになり、回数を数えるということになりまして、そうするとここでは i が1から m-1 まで変化しますので、ループの回数は m-1 回ということになります。で、まあ、その次の行に実際にその数の演算が登場しております。実際にはそうですね、まずこの ABI を計算するところで、多倍調整数と単精度整数の乗算が発生しておりまして、これは1ステップ、第1ステップと同じくレングスオブ A に比例すると。それからここで加算が出てきておりますが、加算の計算量ですね、これは多倍調整数同士の加算の計算量なんですけれども、こちらで見ても分かるよう、こちらで見て分かるように、このここで加える、あ、ここでこちら側ですね、左側の多倍調整数はワード数がちょうど K ワードありまして、でその K ワードっていうのはその元々の与えられた A のワード数に一致しておりました。ですので、まあここはやはりこう A の長さに比例する計算量になることが分かります。で以上をまとめてみますと次のような式になります。
何度も黒板上げされてすいません。とまあ、左側に書こうかなと思ったら、実は右側、順番から言うと右側の下の方に書くことに今気がついたので、ちょっとこちらにスイッチしましたが、多分カメラの加藤さんはちょっと苦労されているかと思います。すいません。それで計算量なんですが、まず第1ステップの、オーダーオブレングスですね。それから第2ステップでやはりレングスのオーダーになっています。でここで定数などは全部こうひっくるめてこうオーダーでラージオで評価してしまっていいのですが、ここに M が出てきておりまして、で M はこれ入力に応じて変化する変数ですので、これを消すとちょっと具合が悪いということで、まあ、実際にこれ加えますと、まあ、M かけるオーダーの A のレングスということになるんですけれども、実は A は M は何だったかっていうと、これは与えられた多倍長整数 B の方の長さを表していました。ですので、こう両方合わせますと、最終的な見積もりは、その A の長さと B の長さの積でにまあ比例するという結果が得られます。で、これは実は今日の冒頭でやりました。1変数多項式の乗算の演算回数で、入力多項式の、その2つの入力多項式の次数の積にこう比例すると言っていた話と、まあ、非常に類似性があるので注意してください。多倍長整数の場合ですと、これがそのそれぞれの整数の長さの積に比例する形で、こう計算量を見積もることができます。ここまでいいでしょうか。で、ここまでこう考えた上で、今日の授業の冒頭に述べましたような、その多項式の乗算の計算量を見積もろうというわけなんですが、まあ、この話は、実はテキスト、坂井先生のテキストに出ていなくって、まあ、僕の、まあ、方で考えた話なんですけれども、実際に見積もりを試みてみましたら、かなりそれなりに複雑なことになりそうだということが分かりましたので、ちょっと、まあ、授業時間の都合もあるので、まあ、一変数多項式の乗算の計算量については、ここでは割愛したいと思います。ただ、講義ノートの方には、まあ、そうですね、ちょっと十分な見積もりとは言えないかもしれませんが、ある程度のところまでは見積もりを書きましたので、そのうち講義ノートアップロードしましたら、興味のある人は見てみてください。ということで、大体その乗算については、このぐらいにしたいと思います。ここまでいいでしょうか。じゃあ、あと、まあ、加減乗除で残っている部分が、その、まあ、序算ですね、最後、割り算なんですけれども、その、セクション 2.4 が、まあ、乗与付きの序算ということになっておりますので、まあ、その導入だけ少しやって、今日は、大体時間になるかと思います。でまず、その整数の
まあ、乗用付き銃弾ですね。これをこう一通りこう見てみましょう。でこれには、まあ、よく知られたその性質があります。すなわちその整数ではその乗与のついた序算が可能で、しかもその際にこう小と乗与と呼ばれるこう値が1に定まると、まあ、そういう値が少なくとも定まるということがこう言えますので、一応確認のためにそれを定理として書いておきます。でここではまず A と B を整数としまして、それから B を正とします。でこの時まあ、整数 Q と R というのが存在して、まあ A は BQ プラス R に等しく、かつ R は非ゼロで B より小さいと、まあそういう条件を満たす Q と R が存在するというのがまずこの整数の乗与付き序算に関する基本的な性質です。で、その証明はといいますと、テキストをあらかじめ見てきた人は分かるかと思いますが、テキストの23ページをよく見ますと、問題 2.13 に演習問題として与えられています。ですので、各自で考えてみてください。で、一応この性質をもとにして、その、まあ、整数の その乗与付き序算に関するこういろいろな言葉をこれから定義していきたいと思いますけれども、今日はちょうど気のいいところでほぼ時間になりましたので、まあ、とりあえずこの辺にしたいと、一つ区切りにしたいと思います。